六六ビルのエンタメラボへようこそ。六六ビルのペッチとキメルチとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。服に赤いものがついた時に言いたいですね。ただの出血だよを注文しました。ただのが重要なんですこれね、うん、というわけでワンデイ聖夜の辛騒ぎ第9話終了いたしました。とごめんなさい、今日の考察ポイントは救急隊が割と長い間キャップに気づかなかったっけ。これはごめんなさい。いやいや、あんなずっとバイタル安定してる。いや、そう、それがシュールだったのよ。なんかすごい危険な感じで全部正常ですって言ってるのが、ね、ちょっと面白かったのとあとなんか想像するとカレンが触らないでって結構言ってたのよ。いや、そうだね。救急隊を差し置いて寄せつけてなかったよね。まあそんなこともありましたけども、なんか9話はですね、謎めいたシーン多かったですね。多かったね。うん、なのでまあ考察的な面でも本格的に楽しめた感じはしますね、うんうんうん、まあというところで実はですね、考察点が微妙に増えてきてる状況なのかなとは思ってます、うん、そしてそれが結構ね複雑に絡み合ってきてる感じもするので、まあ今回はですね、一つ一つ疑問を解きながらちょっと考察していこうかなと、うん、まあ具体的に考察点を言っていくと、政治は記憶を取り戻したのか、そして警察内部のアネモネとつながる内通者は誰なのか、まあもっと言うとその内通者をあぶり出す作戦とは一体何なのか、うん、そして最大の考察点、政治に容疑がかかる榊原発砲事件の真相とは何か、うん、まあこのあたり、まあ3つ4つあると思うので、まあ9話をね整理しながら一個一個潰していって、この最終的な発砲事件の真相を暴いていきたいと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。というわけでワンデイ聖夜の辛騒ぎが毎週月曜日9時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日に直後考察動画を上げておりますし、盛り上がり次第では直前考察も予定しておりますので、ぜひとも3本セットで覚えてください。というわけで早速ですけども、まずは政治が記憶を取り戻したのか、まあここはねちょっとさらっといきたいと思いますが、まあ取り戻したの確定だとは思いますね、うんうん、まあ水木との昔話も話してたし、まあ何よりロスクエルボとの会合に必要なアプリのパスワードを知っていたから、うんうんうん、うん、まあこれは間違いないんだろうね。そうだね、うん、うん、まあなのでね、ここで重要だと思ってるのは、政治が記憶を取り戻したことを誰が知ってるのか、結構こっちが大事なのかなと思ってて、うん、まあそれが黒幕考察にもつながると思ってるので、ちょっと後半に取っていきたいと思います。次の考察点は、警察内部のアネモネとつながる内通者は誰なのか、そしてそのあぶり出し作戦とは何なのか。まあまずここは内通者に関しては一ノ瀬でほぼ間違いないのかなと、はい、まあ前々回の動画とかでもありますし、まあそれ以外の候補が見当たらない、うん、ってあるので、まあそこを前提にちょっとあぶり出し作戦がどういうものなのかを考えていきたいと思いますが、まず一ノ瀬炙り出し作戦をしようとしてるのが三谷とカレン、そして今回でユアンも協力するような流れになったのかなっていう感じですね、うんうんうん、そしてその作戦内容としては、まず三谷が一ノ瀬にアネモネをロスクエルポとの会合で一斉検挙したいと伝えると、まあそのことによってそれを知った一ノ瀬がもし内通者ならばアネモネにそのことをリークするはずなので、まあそこで一ノ瀬を取り押さえる作戦みたいな、うん、まあとにかく情報を与えることでそれをリークするだろうからそこを押さえるみたいな、うん、まあなんかそんな作戦なのかなとは思ってるんですよ、うん、でじゃあこの中で疑問に出てくることというと、ユアンが政治の警察としての履歴をなぜ消したのか、まあ、ここもちょっと気になるところだよね、うんうん、でこれについてはですね、10話予告で政治の情報を消した様子を一ノ瀬に見せている場面っていうのがあったんですよ。まあこのことから一ノ瀬に政治の警察上を抹消したという事実、かつ政治は記憶装置の状態だから大丈夫っていうのを伝えることで安心させてそのリークをするんじゃないかみたいな、うん、まあなんかそういう計画だったのかなって気はしてる、うんうんうん、まあというのもね、内通者の一ノ瀬的にはさ、アネモネの中に潜入捜査の警官、まあ政治なんだけども、それが紛れ込んでる状態って分かっちゃうとやっぱリークするのも怖いよね、うん、っていうのはそうだよね、うんうん、その中にいる警察が一ノ瀬がリークしてましたって伝えたらね、まあそうだね、アウトだからね、そうだよね、一ノ瀬からしたら、まあなのでその辺を安心させるために政治は、まあもはやアネモネ側ですよとも言ってたし、まあ記憶もないですよとも言ってたし、うんうん、もうその警察情報も消して捕まえるからもう何の問題もなくなるから、うん、みたいなことを言えば一ノ瀬が尻尾を出すんじゃないか、そんな作戦かなと思ってますね、うんうん、まあ少しねちょっと複雑だけども、警察内の内通者のあぶり出し作戦はこんな感じかなと、うん、
ではこれまでの今日した考察を踏まえて榊原発砲事件の真相をちょっと考察していきたいと思います。まあその容疑者はやっぱり三谷かなと思っていて、まあここまでの話を聞くと、まあ内通者炙り出し作戦をね三谷はしてるって僕言ってるから、まあ一見しろとも思うんだけども、ちょっとね三谷はさらに上を行ってるんじゃないかっていう、まあやっぱ三谷に固執しちゃってるって思われたらしょうがないんだけど、まあね、まあでもねちょっと辻褄合ってる気がするので説明を続けたいと思います。ではこの9話での三谷が怪しいと思った点は、一ノ瀬との会話で言っていた勝呂寺誠司は任務にもかかわらず水木に情が移って任務から降りようとした。だが幸運なことに奴は記憶をなくしている、だから県警は勝呂寺誠司を記憶のないまま捕まえればいいよみたいなことを言ってました。はい、まあここの中の誠司が水木に情が移り任務を放棄し姉もね側に着いたよって言ったところ、まあ、ここがちょっと怪しいなと思っていて、というのも三谷っていうのは内通者の一ノ瀬をあぶり出す作戦をしながらさらに誠司を記憶のないまま捕まえようともしてるんじゃないかっていう、結構二つしてるんじゃないかなって思ってきてて、まあそもそも言うと誠司は強みという大事な人がいる中で姉もね側につくことはないと思うんだよね。で水木は大事にしてるけども姉もねの他の人物を大事にしてる感じもないし、まあ姉もねっていう良くないとこにいる水木だけはどうにかしようみたいな、まああるとしてもそのぐらいかなとまず思ってると、じゃあ榊原事件の真相と三谷の動機もここでちょっと話していきたいんだけども、まず三谷の動機としては何としてもどんな手を使ってもロスクエルボとの会合で姉もねを一斉検挙したい、まあ、これがなんか動機な気がしてて、でそう考えると三谷が誠司の潜入捜査を疑う榊原を邪魔だと思って撃ったっていうのも一応つじつまは合うのかな。そして誠司は捜査のためとはいえ人を殺めた三谷を非難し、まあ自首させようとか何かしようとして、そこで三谷は誠司を記憶喪失にしたとか、そういう展開で、なぜ殺さなかったのかっていうところはやっぱりロスクエルボとの会合に誠司が必要だから、そこの会合で一斉検挙したい三谷にとって誠司は殺すまではしちゃいけないと思ったから、まあだからここは殺さずにしたっていうのが理由なんだよね。なので9話の状況としては姉もねを一斉検挙したい、まあ、これが最大の目的の三谷にとっては姉もねとつながる内通者の存在も邪魔だし誠司も邪魔になった、まあ、とにかくどっちも邪魔だなっていう状況、だったら割と辻褄も合うのかな、結構三谷最悪じゃない、自分が誠司を潜入捜査で送り込んでんのに邪魔だって言って、まあ榊原を殺したことで、まあね、やっぱそこの目的が達成されないなら、まあ別に殺そうとはしてない、その記憶がないからそのまま捕まえちゃえ、なるほどねっていう方、あまあこれ殺すだと確かに最低すぎるかなと思うけど、まあ記憶が戻らないって俺は判断してるのかなと思ってて、だったら警察の記憶も消しちゃってもう姉もねとして捕まえちゃえばいいのかなっていう、なるほどね、まあなのでさらに言うとですね、三谷の誤算としては誠司が記憶を取り戻してることだと思うんだよね。まあだから前半に言った誠司が記憶を取り戻したことを誰が知ってるのかに関しては三谷も知らないっていう状況、まあ劇中では教えてるところはなかったからね、記憶戻りましたとかそういう会話はなかったから全然知らない可能性もあると、まあ、だからさ結末的なところを最後に言うとさ、まあ三谷の犯行を知ってる誠司が三谷も姉もねも一斉検挙して、まあその中で水木だけは助けようとするような展開にもなるのかなっていう感じ、だから三谷は誠司は何も思い出してないと思ってるから自分がいろいろできると思ってるけど、誠司は実は思い出してるから三谷のその榊原殺しも知ってる状態だから、どうやって三谷を捕まえてこうかな、そして姉もねもどうしてこうかなみたいな、まあそんなような考察をねちょっと僕はしたんだけども、どうですか。まあ一個、まあ難しい、これはもうどうにでもなることだろうけど、そのあんな強い誠司が、なんてことしてるんですかみたいな状況で隙を見せて水谷に記憶を、まあね、消されるっていう状況になるのが俺ちょっとあんま想像できないんだね。まあ確かにね、そこか、まあでもそこもいくらでも後ろからがあったからでもっていう時にそうだよ、ね、やられるかもしんないけど、まあ、三谷と対面してたら後ろからガンって状況にはならないし、ならないし、なんか第三者のガン
な感じもするから、ね、そう。しかもそんなさ、目の前で人を殺したやつにそんな優秀な政治が背を向けるかなっていうか、うん、そうね、隙を見せるかなっていうのは、まあ確かにちょっとあるかなとは思うんだよね。そうね、まあでも僕も思ったのは、その内通者の部分はまあ一ノ瀬でほぼ確定だし、うん、最終的なボス的なところで言うと、やっぱその三谷が、うん、実はそのや、殺してました、うん、一番最初の事件殺してましたとかなって、うん、政治がそこを暴露して捕まえると、はいはい、そして円剣さんも、まあ円剣さんを捕まえることによって、うん、まあ、アヌムネの消滅を意味することだから、うん、まあ、そこもサクッと多分政治が片付けると思うんで、まあ割と近いのかな。そうだね、うん、俺はやっぱ相変わらず榊原を打ったのはやっぱ円剣さんだと思う。ああ、なるほど、うん、で三谷も白だと思ってるんだよね、うんうんうん、だからその前もちらっと話したかもだけど、やっぱり三谷現状は今政治が記憶を取り戻したことってのは知らないけど、うん、なんか記憶を消したのも三谷だから、うん、その政治がね記憶を取り戻した際の行動っていうのは、うん、もうレクチャーされてて、うん、だからもう政治がもうそれ通りにもう動いてて、だからお前が記憶を取り戻したらこういう風に動けっていうのはもう指示されてて、まだそこは伝わってないけどそういう風に動いて、それこそ水木に会ってこう超えてはずでっていうのがもう動いてんのかなって思ってて、なるほどね、うん、前に話してたけど記憶喪失にさせたのもある意味助けるためみたいなこと言ってたもんね。そうそうそう、だからやっぱその榊原と政治と三谷がいるところに、うん、まあ、円剣さんが現れて、うん、まあ、榊原が円剣さんに殺されてしまうと、うん、もう余計なことをするなと。でそうなったから、うん、イレギュラーが起きたから三谷は政治をもう気絶させて、もうプラン B で気絶させて、うん、ダッシュで逃げると、うん、でもそこには榊原の亡骸もあるし、うんうん、で円剣さん取り残されちゃうじゃん、うんうん、で政治を担いでいくこともできないから、はい、もう円剣さんも逃げるしかない。銃を持たしたのはそうなると誰なんだ。まずそれで言うとやっぱ円剣さんが榊原を殺してるわけだから、うん、はい、もうその場でまあとりあえず自分以外にってなった時にはもう政治にするしかないのかなっていう、その状況だったらっていう ね、うん、なんか円剣さんと三谷の関係性が難しくはあるけど、うん、結構なんか謎のリレーは起こる感じではあるけど、まあ確かにね、作戦っていうのはなんか、まあ、優秀な2人だからね、うんうん、全部が作戦だった。そう、なんか結構デスノート的な、はいはいはい、記憶を取り戻した時は全てがまた繋がってみたいな、はいはいはい、そういう感じをするんだよね、うん、まあ、円剣さんが殺して政治になすりつけるんだったら、その政治がこの今夜の取引、でかい取引で重要なのに、ね、犯人に仕立て上げるっていうのは割と捕まっちゃったらもう取引できないから、割とボスとしてはリスキーな動きなのかなと思っちゃうけど、ね、あ、まあね、そこがなちょっと疑問ではあるけど、だって、まあ、警察で噛んでる三谷が入ることによれば、うん、こう警察だからこう守れる、はいはい、から、まあ、三谷が仕向けたっていうのは割となんか見えるよね。守れるからだって自分、まあそうだね、まあ、でも円剣さん10話であんないかつく出てくるから。そうなんだよ、あ、全然あると思うよ、うんうん、案外サクッと回収されてた。そうそうそう、なんかねちょっとね9話まで見て思ったのは、なんか榊原殺しがそこまで、うん、そのなんか大々的に全然出てこないんだよね。そう、誰がやったとか、そうそう、なんかそういう話になるんだよ。なんかそこはどうでもよくて、今どういう状況で今後どうなっていくかみたいな、うん、そっちを描くなら結構、まあ円剣さんはもちろんあるし、もっと言うと一ノ瀬が全部やってましたとか、うん、まあね、まあ一ノ瀬は打ってないけど一ノ瀬の指示でやってましたとか、はいはいはい、確かになんかそのぐらいで終わっちゃうのみたいなのもあるし、あ、ね、まあ俺とかサックがしてる、まあ三谷がそこまでがっつり入ってきて結構そこがメインになる可能性もある、うんうんうん、まあ、どうやって描かれるかが多分10話セミファイナルで分かるから、うん、まあ、そこでなんか11話の描かれ方っていうのがだいぶ分かると思うからね。そうだね、うん、どのぐらいこの事件を重要に扱うのか、確かにね、ここ次第じゃないですか。そうだね、はい、というわけで、まあ、笑っても泣いても来週セミファイナルあと2話しかありませんから、まあ、クリスマス気分もね、だいぶ本格的に味わえるような、リアルタイムもそうなってきたから、ね、そうだね、メインディッシュが決まるということで、そこ意外と気になる、気になってるよ、お弁当になりそうだけど、お弁当フラグが出て、なんで店行ってお弁当食わなきゃいけないんだ、満足するかな、ね、まあ、そこの考察も寄せてください、お願いします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。以上、六六でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなって思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後に決めろじゃん、はい、葵亭のメインディッシュを見たお客さんが大激怒、一体何を作った。いや、まあこれヤンヤンつけ棒じゃねえかよ、あの、あ、お前それそのまま出すなよ、お前楽しいやつ、おい、あ、いいじゃん、いいじゃん、チョコチップ、チョコ、いいじゃん、いいじゃん。